どうも、しげしげです。本日は炭治郎パーティーで裏修羅やっていきたいなと思うんですけれども、こちらのキャラ天聖バキですね、まあ、チャンピオンコラボの、今回新たに追加されたキャラなんですけれども、このキャラが、まあ、炭治郎と非常に相性良くて、火力も相当出せるということで、今回それを試していきたいと思っております。まず火力覚醒がすごいですね。コンボ強化が2つで、ウェイが4つからの超覚醒でさらに1つからのアシストで2つ持たせていて7個ですね。で、潜在もこれ転生キャラなので8枠あるということで、とりあえず全部マシンキラーにしてみました。で、ここだけでも強いんですけど、スキルこれが2ターンの間攻撃と体力タイプの攻撃力3倍で、全ドロップのロックを解除し、ヒーキー回復ドロップに変化、回復込みの三色陣でロック解除もしてくれるって、本当に炭治郎パのいいサブかなと、欲しかったスキルかなと思います。はい、他のキャラ見ていきましょう。まず自分の炭治郎、エキドナの武器で悪魔キラー2つに遅延2つで、ポロネじゃなくてネズコ1体目、これがスキブと暗闇が4つで、遅延耐性が6つで、サブのネズコ2体目なんですけども、こっちはバランスキラー持たせて泥強積んでます。で、ここお邪魔目覚め耐性で、ポロネがエスカトンジャッジメントで遅延が6つで、バキがさっきので、フレンドさんの炭治郎が、スキブと毒4つに遅延が6、これでやっていきたいと思います。多分ね、炭治郎のスキル毎回使うじゃないですか、これループできるから。で、火4個作り出して、それ4消ししてるだけで10億とか出していけるんじゃないかな、普通に。まだ使ってないから何とも言えないけど、とりあえず、待って、これさ、この火の量ならさ、倒しちゃっていいのかどうかはさておき、このパーティーでちょっと試運転してないのであれですけど、待って、これ倒しちゃうんじゃない。炭治郎変身前のバキの火力6億6000万じゃないよね、6億出てない。ちょっと待って、早っ。もう一発ここ受けましょう。消えちゃった。全然変身してないのに突破しちゃった。まあ、ルシファー界パズル教室やっていきたいと思います。はい、サクッと突破しまして、この次ですね、バキが使えるんですよ。ここでも陣枠として非常に優秀だと思います。これとりあえず炭治郎変身からのヘイストかかるから、バキ使ってからのネズコでいいかな、1体目で。こっちも上がったか、自分の炭治郎も上がって、炭治郎のスキル使えるんですけど、エンハンスがこれ3倍かかってるんで、この状態でのバキの火力見ましょう。だから、追加攻撃を入れながらウェイを中心に組んでいきます。よいしょ、追加攻撃を入れながらウェイ、すごい繋がってるけど、まあ、あ、こっちでいいか。こんなんでどうでしょうか。追加攻撃込みでウェイウェイさん、あー、カンストしてるわ。もうこっからほぼカンストじゃない？ちょっと待って、とりあえずまだエンハンス残ってるから、これもまた4消しするじゃん。炭治郎使うと上書きしちゃうんで、そこだけせずに一旦禰豆子も変身しちゃいます。で、4消しだけで見ようか。4消しだけ、はい。あ、もう1コンボしちゃった。これで17億やばくね。裏修羅をさ、4消しだけで、まあ、無効貫通が来る場面以外4消しだけで進んでいけるんじゃない、これ。じゃあ次、炭治郎のエンハンスの4消し、じゃあ本当に回復と4消しだけ8億。あ、ええ裏修羅、ここは、木のウェイも入れながらやってみようか。木のウェイと水も入れながらで、95% の超根性剥がして、その後ポロネで楽しようかな。キーがあっちで消してしまいましたが、
ルーレットから作り出せばいいので、木のウェイ、火がウェイになってないですけども、間に合わない。でも木のウェイどう？ダメ？あ、木乗った、よいしょ、行ったね。オッケーオッケー。したらポロネ使って、これもさ火のウェイだけでいいかな。はい、まあちょっと組んでますけど、急コンボ、わーお、もう与えてるダメージのところカンストしてるからね。今炭治郎使い忘れたんですけど、えぐくない？これ炭治郎パーティーまた強くなってない？もう火のさいいキャラが出てくるとさ、あと攻撃タイプのいいキャラ出てくるとさ、もう炭治郎がどんどん強くなってくじゃん。じゃあこれウェイ2個、炭治郎の炎発器、これでカンストだよ。4ゲシ2個組んだらカンストじゃん、炭治郎の炎運びで。いいのこれ、強すぎんか。これも4ゲシ2個組めるんで、もう一回、マジでこんなんよ。もう適当に3コンボが9コンボになって19億。いいのこれ。これ炭治郎パ使う方確保しましょう。もう結論早いんですけど、確保しましょう。まあそんな感じでちょっとトト&ソティス回までスキップしたいと思います。よろしくお願いします。さあトト&ソティスまでやってきました。気づいたんですけど、炭治郎のこの後ろのアシストしてる威嚇、これリラチェン食らった時に使いたいんで貯めてます。なんでここもしっかり貯めていきましょう。ポロネ溜まってるんで使ってもいいんですけど、貯めていきます。エンハンスなしで先にこれ多分4つ消しでトトやれるじゃん。まあほぼほぼ間違いなくやれるじゃん。神キラーとか刺さんないですけど、あーすごい火乗った。これで12億だもんね。やばいって、マジでいいのこのキャラ実装しちゃって。であと2でしょ。はい、これで炭治郎あと5か。まあ、この次何が出てくるかにもよるけど、まあ貯めれるかな。でポロネ使って、ポロネを編成することのデメリットがリラチェンですから、リラチェン食らったら結構しんどいっていうね、しんどいっていうか受けれないか。はい、とりあえずここはまあエンハンスなしですけど、4-3、4-4-3か、4-4-3で消してるんで20億。すごいな、バトル13。あ、オッケー、ここターンかけて倒しましょう。まめにヒドロップ4つあるんで、一旦これも4ゲシで様子を見ていきます。まあ攻撃キラー持たせてないからバキにはね、言うてそんなでしょうよ。ここも行っちゃったらやべえって。10億出てるのか。そうか、そうなのか。じゃあこのまま普通にここ無効貫通で炭治郎、攻撃キラー持たせた炭治郎で抜くみたいな感じでしたけど、無効貫通組まなくてもいけそうだな。あ、たまごっち、うん、いけそうだな。ターンフルに使って威嚇も貯めれるな、素晴らしいじゃん。危ない、倒しちゃうところだったんで、もう一ターン貯めれば綺麗に貯まるわ。オッケー、じゃあもう一ターンというか、もうここで倒せばいいのか。オッケー、したら倒しましょう。すげえ、スキル温存したまま普通に倒したんだか、よいしょ。これはすごいサブが出てきたな。何回も言うようであれですけど、僕は衝撃を受けてます。今の何気ないコンボで10億よ。あ、こういう時に限って出ないのね。まあまあまあ、そしたらここはサクッと突破して、次でも威嚇する必要もないしな。これもウェイでいけるっしょ。あー、木のウェイも入れちゃった。木のウェイもマジでバカにならん数字出るからね。さあどうでしょう、バキ13億、よいしょ、素晴らしい。
はい、バトル15。まあ、ここ威嚇さして今ここで火呼んで、はい、火来ました。さすがに防御力があるんであれですけど、一発ちょっとさ、威嚇でターン余裕あるから、ちょっと火4消し、変話4消し与えたりしないかな。あー余裕ありすぎじゃない。もうじゃあ倒そうか。別になんかこれ以上時間かけてもあれなんで、倒しまーす。今ここで倒すんだ言うておりますが、もう無効貫通すればいいですし、よいしょ、ここはね炭治郎の火力で抜いていこうか。その使い分けもできるからね。道中火力というかは4消しでバキが担当してくれて、で無効貫通が必要な相手に対しては、炭治郎が、あと禰豆子もね、なんならしっかり火力枠になれるんで、そういうことですよ。素晴らしくないか、ちょっと素晴らしすぎるぞこれは。まあここは無効持ちじゃないので、サクッと16億で後半貴族生だし、続き無効持ちではないので、まあ、4消しと、まあ、ちょっと回復しておけばいいかなって感じですかね。いやちょっと待って、楽すぎるんだよな。楽すぎて不安になるレベル。12億でしょ今のね。これはすごいキャラ出てきたな。ロックが来たので、まあ解除しとこうか。闇のエルとか組んどこうか。闇のエル、あ、闇取ったけど、あ、じゃあもういいや、4消しでいいや。4消しと闇のエルを組みたい。繋がってないよね。オッケーオッケー。あ、43消しちゃった。以上。強いね。アナザークルセイダーポロネ打ちましょう。の4消し。マジでこれだけにしちゃったけど、あ、大丈夫か。そろそろバキ信用しようか。あー強い。強い。はい、強い。バトル19。もう雑になってくるよね。で、こういう時に限って、ボスでキメノアが出てきて、キメノアにしっかり対応できなくてやられるっていうパターンがね、見えてしまうんですけど、見えた。隙の糸。そうです。これが隙の糸です。さあどうでしょう。 OK。 さあ主君子誰かな。ああ、ヨウユウか。これ5ターンちょっと耐えますね。はい、ここライジングドラゴン溜まっちゃうんで、ライジングドラゴンのところというか転生バキのスキルを使って、突破していきたいと思います。さすがにこれは無効貫通かな。攻撃キラー持ってるの炭治郎だから、さすがに無効貫通で余裕あったら4消しもいきましょう。そんな感じでやっていきます。どこで無効貫通組もうかな。風林火山使っちゃおうか。はい、日和ました。泥鏡も入って、ただねバキのエンハンスは生きてますから、そういうことです。日和ました。ルーレットから逃げました。しかしこれでいかがでしょうか。無効貫通と4消しとかできなかったですけれども、よいしょ。あー、カウンストしてる。さすが3倍エンハっすね。あー待って、3倍エンハ残ってる。これさ、いや、いけないか。危なすぎるな。興味本位。はい、バキ14億。カウンスト、そうか、やっぱりこれがだからカンストの罠というか、そうなんですよね。はい、やっていきましょう。普通にやっていきましょう。とりあえずもうちょっとで根性を剥がせるんで、どう組もうかな。炭治郎で5消し1コンボとか、4消しさえ捨てて、これでロック解除しといて、1個残ってたやつをね。で、よいしょ、オッケー取れたね。で、金になった。じゃあ行こうか。いや、まだいいか。いやー、ここのタイミングがわからん。
とりあえず普通にコンボしようか。軽減かかんないけど。あ、待って、パズルがひどい。パズルがひどい。ヒドロップが入んなかった。1,2,3,4,5、 あ、5個来たから、これはじゃあ無効貫通でいっちゃおうか。はい、今ここで倒すんだ。1,2,3,4,5,6,7,8,9、 OK、 これはいけるでしょう。よいしょ、はい、これで倒したかと思われます。キメノアはやめてほしい。あー、ナイス回復。あー、すげえ回復。しっかり回復してくれてありがとう。 OK、 キメノアが怪しい。闇か、マシン悪魔で吸収は光。え、これ勝ったね。勝ったんじゃなかろうか。まず一発目、ヤンクック炭治郎いっちゃおうか。あ、でもヤンクックは回復を変換できるんで置いときましょう。ここはもう炭治郎で44でバキカンストいきましょう。よいしょ、木もウェイにしてあげて、よいしょ。あ、ちょっと盤面最大が組めないっていう事故に襲われてますが、14コンボ、これでバキカンスト。うん、さすがにね、やっぱりトータルの火力的に見ると、はい、すいません、カメラ止まっちゃったんですけど、もう大丈夫かな。炭治郎一発撃ってこれで木にしようか。相手を木にして、そっから行きましょう。攻め時が相変わらず下手ですが、よいしょ。もうどうやって組めばいいのこれ。回復、うん、こんなんでいいか。はい、とりあえずこれで回復もしてて、光は引っかかんないから、あー、乗った。よし、次木なんで倒そうか。ヤンクック、うん、炭治郎。今ここで倒せ。で1,2,3,4,5,6,7,8,9、 あ、微妙な個数。いや、でも最後ウェイで倒したいな。無効貫通で倒せるのはもうわかるじゃないですか、炭治郎ねずこ強いから。ウェイで粘っていきたい。でもそういうことしてて負けたら一番恥ずかしいな。まあでもこれはバキの動画なんで、バキに花を持たせていく。ここにこうやって置く。闇の落とし、バキに花を持たせていく。これはカンストのやつ。オッケー。ということでバキ、まあだから途中でも言ったやつですよ。道中みたいな向こうを張ってこない敵に関してはもうバキの4つ消しだけでガンガン抜けていって、で向こうが出てきたら、まあ、炭治郎禰豆子とかの向こう貫通持ち、それで倒していけるみたいな。炭治郎がね、4つ作るとはいえ、毎回無効貫通組めるわけじゃないじゃないですか。だからその4つ作ったヒドロップを最大限に活かしてくれるキャラが出てきたのかなと思いますので、まあ、これから炭治郎パーティーガンガン使っていく方は、ぜひ、バキゲット検討してみてください。まあ、多分ね、リーダーでも全然強いと思うんで、リーダー運用も次の動画かな？わかんないですけども、使ってみたいと思います。ということで、本日は以上です。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。さよなら。